ここがワーグ樹林だな。大魔師が巡回してるかもしれない。注意して。新しく開発した二重結界です。なるほど、連動する二つの結界か。一般人の立ち入りを禁止するためにしてはずいぶん念入りだな。確かに。やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ、だから必ず裏が出る。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるなら、その金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのもその波長のせいなのですか。そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。証？錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ、一等大魔師のくせになんも知らんのじゃの。死神の呪い、聖霊も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて、聖霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか。疑り深い女じゃの。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは。ほう、そう来るか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながらハズレじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか。あ、これは魔王ダオス。よく知ってるな。俺はカーラン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。遥か古代の貨幣なのに、つい最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度を、はい、傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を固くする加工じゃなかったか。勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。うん。形状記憶。うん。そんな技術が。十分警戒してください。ここだ。クオーゼ攻撃するやん。ここね。ネクオーゼ。
邪魔よ。降伏します。サレトーマってどんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱというなんとも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。そういえばサレトーマの花言葉が何か知っておるか。確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。偽りの共存今のわしらにはぴったりな花じゃの。どうしたライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな、エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。あ、でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか落としどころはあると思いますけど。偽りの共存でもノープロブレムデフよ。エレノア様には僕がいるデフ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんデフから。あなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビーン、エレノア様、そうくる。泣くな、ビエンフーよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギル姉さん、やっぱり僕には姉さんしかいないでぐ。よしよし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃぞ。はいでぐ、新しい愛を見つけるまでそこそこ頑張るでぐよ。ライフセット、偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女、確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん、偽りの共存じゃないよね。まあね、勝手な共存といったところよそうかもね。おいしそうなの。探索せ。
れとうまじゃ。趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い紫の花、うん、私の完全なる大勝利を見たか。
しまった。
ックス、熱光陣キュア絶衝撃、熱光陣そこだ、食らい尽くす、キュア絶衝撃、逃しはしない、インフェルノブルー、その程度でそこだ、食らい尽くす、キュア絶衝、逃しはしない、インフェルノブルー、旅を忘れし熱光陣クーハー絶衝撃、そこだ、私に任せてください、クーハー絶衝撃、ゼッジ血は抜け緑壁、血は覚醒剣、光よ集いて癒せ、光よ集いて癒せ、烈光剣集いて癒せ、烈光陣、烈光陣、炎月陣、旅を忘れ失踪する、炎月陣、烈光陣、旅を忘れ失踪する、炎月陣、そこに失う、20回目、危ないぜ、何を何に越したことは、はっ、痛みを忘れ失踪する、熱光陣山よそこだ、食らい尽くす、クーハー絶衝撃、クレッシュリア、リーチ逃しはしない、インフェルノブルー、熱光陣ここだ、食らい尽くす、そこだけ、クーハー絶衝撃、クレッシュリア、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、食らい尽くす、呪い衝撃薬、熱光陣次、熱光陣、ゼンスリア、熱光陣、逃しはしない、インフェルノブルー、やられるわけにはいかない、熱光陣、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、食らい尽くす、クーハー絶衝撃、スリア、そこだ、食らい尽くす、
こをどけ。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。クーハー絶衝撃全出力。インフェルノブルー。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃全とどめ。スカーレット出力。ここだ。食らい尽くす。邪魔よ。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。とどめ。スカーレットエッジ。ここだ。食らい尽くす。そこをどけ。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。クーハー絶衝撃全出力。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃全出力。インフェルノブルー。熱光陣。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃全逃がしました。インフェルノブルー。熱光陣。クーハー熱衝撃次よ。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。とどめ。スカーレットエッジ。熱光陣。クーハーしまった。熱光陣。クーハー絶衝撃全出力。熱光陣。クーハー絶衝撃。やられるわけにはいかない。探索せ。
様ら、ここで何をしている？それはこっちのセリフよ。人水剣に止まれ。そこだ。そこだ。この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり、カノヌシの力に近い。この先にいるのは、ただのゴーマだけじゃなさそうね。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。
この先、行き止まりみたいだけど、何か感じる？ライフセット。ううん、今は何も。あ、紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？もうめったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界。これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために。何にせよ、この空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。演劇にゴーマを巻き込まれるのか。なんかかっこいい。気だらけよ。中一ゼロに集中しなさい。レッコーディング連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。
自分で世話をするのよ。うん、世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。私、気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。この虫、名前なんて言うんだろう。案外のんきね。聞いてもいいですか、ライフセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか。それは、あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の霊もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが、常識だったのか。海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは、非常識なタイマシじゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。この虫強そうだな。でふね、僕も大概長生きしてまふけど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃあすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセットオオカブトか。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実は角飛びだ。新種の三つの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろ。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセットオオクワガタ。ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ。どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。ああ、それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ、険悪な空気でふ。すくい上げしかできないカブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く、それがカブトの生き様だ。でも1年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、カブトの美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。
カブトでもクワガタでもチョウチョでもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんですか。うん、クワブトカッコ仮にしておくよ。みたいないい匂いがする。どれどれ。おう、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが、最後果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの。自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの。いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか。違います。信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか。意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか。船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊に飲ませれば効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は。もちろん可愛さ余ってまずさ一万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む。そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるの。早めに立ち去るのが正解ね。
覚悟はいい？食らい尽くせ！食らい尽くせ！とどめ！スカーレットエッジ！食らい尽くせ！食らい尽くせ！とどめ！スカーレットエッジ！守れ黒髪！熱攻撃！クーハーデス攻撃！しまった！霊視解放！ただなすままに秩序をもたらせ！バインドオーダー！光よ、集いて癒せ！熱攻撃！集いて癒せ！クラリアックーハーデス攻撃！とどめ！スカーレットエッジ！熱攻撃！そのクーハーデス攻撃！ここだ！食らい尽くせ！クーハーデス攻撃！とどめ！スカーレットエッジ！熱攻撃！クーハーデス攻撃！熱攻撃！そこっちまった！はぁ！そこだ！食らい尽くせ！クーハーデス攻撃！つらいけど！とどめ！スカーレットエッジ！シェイドブライト！そこだ！食らい尽くせ！クーハーデス攻撃！とどめ！スカーレットエッジ！熱攻撃！クーハーデス攻撃！僕の足も最悪！ほっ！しまった！と！僕も最悪！熱攻撃！クーハーデス攻撃！熱攻撃！ブラッタネーン！クーハーデス攻撃！しまった！熱攻撃！弾け合われるのか？熱攻撃！熱攻撃！しまった！漆黒渦巻く何で捕らえよ！熱攻撃！ボイドレフン！熱攻撃！クーハーデス攻撃！僕が守るし！セリアルとか！熱攻撃！そこそこだ！食らい尽くせ！クーハーデス攻撃！逃しはしない！インフェルノブルー！熱攻撃！クーハーデス攻撃！そこだ！食らい尽くせ！クーハーデス攻撃！熱攻撃！話にならんわ。
よう、元気かい？ザビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんだな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる？拾ったんだよ、どっか。茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。副長さんよ、あんたは殴られたら口割んのか。試されるのはてめえだ。話したけりゃ話、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意志だけだ。何を？ちょいとあごひげの可愛い子ちゃんを待たせてもらう。終わったら語り合おうぜ、拳でな。立ち上がれ！アイゼン！みんなにサレトーマを渡さないと。お前に任せる。でも船へ急ぐわよ、ライフセット。ビーダの使ってた道具、あれ何だったんだろう。元はアイフリードの持ち物のようでしたね。あんな道具も精霊術も見たことがないわ。別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。別大陸の技術。アイゼンは大丈夫かな。あの精霊、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザビーダのやつ、溝の時といい、今回といい、何が目的なんだ？デートなんて嘘吹いていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんって。アイフリードと同じ。ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探している。ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ないだとしても海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく船へ急ぐわよ。Thank you.